レイコは、イタリアとスイスの国境に位置する長さ約 8km のダム湖である。1955年に発行した条約により、湖のほとんどのエリアはイタリアに属し、ダム及びアクセスのためのトンネルのみスイスに属する。ダムの高さ 138m、湖面標高 1931m、総貯水容量1億9700万立方メートル。 湖は溶水発電の上池であり、自然流量の利用のほか、スフナー湖からフェレーラ発電所経由で溶水される。この湖から流れ出た水は、ライン側に合流し、イタリアの水として、唯一、北海に注ぐ。レイコ周辺の地図、ダム周辺のミスイス、湖の大部分は、イタリアである。1942年、ヒンターライン川水系での電源開発のためクラフト、 ベルケヒンターラインコンソーシアムが設立されたが、水没する地域の反対により開発は失敗した。1949年にスイスとイタリアとの間で協定が締結され、1956年にクラフト、ベルケヒンターライン AGE 設立、1957年夏に着工。1962年秋にダムは満水となった。霊庫及び、 東西の隣接する谷からの水を導入する標高1407メートルのフェレーラ発電所には3基のフランシス水車が据え付けられ、落差524メートル、流量45立方メートル、S に対応する。創業開始から約50年経った2011年から2017年にかけて発電設備のリノベーションが行われ、2012年には建設以来初めてダムの水が抜かれた。 ありがとうございます。